こんばんは、ニワトリです。最近ね、ずっとジャワブラックオムカデばっかり撮ってたんで、久しぶりにね、ペルビアンジャイアントオレンジレッグの撮影をします。この前撮った時よりちょっと一回脱皮したんかな、ちょっと大きくなったみたいです。まあまだ20何センチってとこですけど、ではディビアを与えていきたいと思います。それやっぱり捕食シーンが最高ですね。こういう時にね、マクロレンズを使えばいいんだけど、今回ちょっと失敗したな。マクロレンズじゃないですね、これ。脱皮の前後とかじゃなければね、強食もしないし、ほんといいムカデですね。この捕食シーンはね、捕食シーンというかお食事シーンというか、横から撮りたいんでね、これこのムカデ用にもね、いいケースぐらいさっさと変えようって本当にもうね、いい年なんですからね、そのぐらいのお金ないのかって言われると、はい、ないんですって、ないんですしょうがないな、本当に。じゃあ、またネガティブ発言したところで終わりたいと思います。それではまた。